小池正直から1914年1月1日は、日本の陸軍軍人、貴族院議員、陸軍軍医総監、正四位、軍医等、高二級、医学博士、男爵。山形県鶴岡市出身、鶴岡範囲、小池正都の長男として生まれる。大学登校に入り、陸軍軍医生徒となり、1881年3月、 東京大学医学部を卒業。同期は、三浦森次、高橋淳太郎、中浜東一郎、森林太郎、佐藤佑、過去鶴戸であった。同年6月、陸軍軍医服に任官し、東京陸軍病院に配属。大阪陸軍病院、軍医本部付、この絵付、軍医学者教官、県陸軍省医務局副会員、医務局第一課長心得などを経て、 1888年3月からドイツに留学した。帰国後、陸軍軍医学校教官、医務局第一課長などを歴任。日清戦争に第一軍兵団軍医部長として出征し、戦後、占領地総特部軍医部長となった。1898年8月、軍医官に進級し、陸軍軍医の人事権を握るトップの陸軍省、医務局長に就任した。 1901年3月9日、軍医学校長事務取扱い。日露戦争では、医務局長として、大本営陸軍部の野戦衛生長官、さらに1904年2月10日には、満州軍兵団総軍医部長となった。しかし国内で、活気患者の大量発生と、軍医不足という悲惨な状況が知られ始めると、衛生の総責任者である小池に対する批判が高まり、 戦後も小池が M 局長を辞任するまで、異界時報に陸軍批判の投稿が続いた。1905年6月に陸軍軍移送官に、進級。1907年11月に、休職。1910年6月29日に、予備役編入。1899年3月、医学博士号取得。1907年9月、日清戦争。 日露戦争の後にて、男爵の爵位を受爵し家族となり、1911年7月から1913年1月まで、貴族院議員在任。1914年1月1日、死去。ありがとうございます。